こんにちは、ドルメロチャンネルです。季節は春竹縄、いよいよ BOG の季節がやってきましたので、今回は私が毎年愛読している赤本 BOG の達人を参考に、ドルメロ流でセレクトされた馬たちをご紹介していきます。競馬はね、毎週の G1 シリーズ真っ盛りですが、東京開催が始まって、日本ダービーが終わりますと、実はもう新馬戦が始まります。ということは今が各 POG のエントリー期間でして、仲間内のドラフト会議やらネットでの情報収集にも余念がないと思いますが、その有力な情報源の一つにムック本があります。かつては私もこのムック本やですね、雑誌を2、3冊ずつ買っていた頃がありました。ところがやがて巻末に母馬の生まれ年、これが書かれない本が増えてですね、今ではこの POG の達人、通称赤本だけを購入しています。で、今回はこの赤本に掲載される2歳馬のうち、個人所有馬、または昨年紹介していないクラブの馬という縛りで、ドルメロ流のセレクトにかけて選ばれた馬たち5頭をご紹介していきます。今回除外される主要なクラブ所属馬につきましては、昨年1年間の私のクラブ動画をご覧ください。またおまけとして、今年絶対に人気になる馬、競りの高額取引馬たちの評価もそっと、あくまでもそっとですが、何頭かご紹介しますので、最後までどうぞお楽しみに。では発表の前に、今年のドルメロ流2歳馬セレクト方法をご覧ください。まず最初に私が見つけるのはですね、1番母がマックス活性プラス評論家の印が一つでもついている馬ですね。なぜマックス活性が最初かというと、もちろん母からのスピード補完の意味もありますが、1番は先行の最後まで残った馬が、よく調べたら虚弱体質だったというのは悲しいからで、少なくとも体力の心配はしたくないんですね。そして印が一つでもついている馬は、文字通り無印の馬がダービーを取ったら、この本を出している意味がないだろうということです。で、この第一段階で約50頭の候補を出しておき、次に2番配合イベント種付け日を調査します。空体後や自然に近いサイクル、また1プラス 7X の種付け日を重視しながら、さらに頭数を15、6頭に絞って、次に3番月のサイクルでスピードの裏表を調べます。ただ月のサイクルの表裏っていうのはね、レースに行った時の馬の適性が変わるというだけで、裏イコール、全くダメということではありません。ここで10頭近くまでに絞り、最後に4番インブリード母乳の系統を調べて、アウトブリードや母乳のコンプレックスが軽そうな馬を上位に取ります。こうしてドルメロ流の POG 向け2歳馬5頭が選ばれます。とはいえ、この5頭以外にもここまで残った馬にはやっぱりどこか光るものがあります。詳しくはお話ししませんが、母の名前だけでも挙げておくと、こんな母の子たちも虎視眈々と上位を狙っていました。
はい、それではお待たせいたしました。早速ドルメロセレクションの5頭をご覧ください。まず1頭目は母チャリティーラインの19です。残り少ないディープの産駒ですが、いよいよこの19年世代はディープのマックス活性期で、きっと最後の輝きを見せてくれるはずです。母のチャリティーラインはイタリアのリリア・テシオ賞という G1 を勝っているまで、このチャンネルとも浅からぬ因縁を感じますが、もちろんそれが理由ではありません。祖母のホーリームーン、これも活躍馬でしたが、この祖母は父も母父も2代続けてニジンスキーの系統で、繁殖としてはちょい使いづらさが残るところに、一転してドイツ血統のマンデュロを配合して新しい風を取り込み、そこへ最後に日本の至宝ディープで仕上げた形です。ちなみにこのマンデュロの代わりにノーザンダンサーゼロのデインヒル系を母父に配したのが、これまたイタリアの G1 を買ったチェリーコレクトやファイナルスコアという繁殖で、日本でもまずまず成功しています。母父ってやっぱり大切なんですよね。これまでの兄弟は走っていませんが、いずれもサイクルが裏と思われるので、待望の表サイクル、ディープ2のマックス活性ボバなら、もう少し楽しめる気がします。2頭目は、これまたディープ3区ですが、今度は母2のゴーイントゥザウィンドウの19です。ディープがマックス活性期なのに、父にじゃない子っておるんかいという声も聞こえてきますが、なんとこの母ウィンドウはですね、自分の産系統父すべてがマックス活性の年回りで、そのうち一つが実はゼロ活性という珍しい血統の持ち主です。ただ正直なところ、優先祖先の先がこの母父のタピット系なのか、はたまたこの4代前の49ers なのか、そこは非常に微妙です。いずれにしてもダートっぽさが残る母にのディープ牝馬ということは、そう、あのグランアレグリアに似た競走馬になるのが一番の理想形かもしれません。4代母のトゥーチックがアメリカの G1 ウィナーで、それ以外は母の代まで母系はこれといって走っていませんが、月のサイクルはそのまま代々綺麗に表サイクルを継承中。また兄弟で競走馬としてデビューできそうなのが本馬でまだ2頭目なので、先物買いの意味もあります。写真の印象はいかにも牝馬らしい伏線を描いていますが、容積はたっぷり詰まっているように感じるんで、やっぱりスピードタイプかなと思わせますね。3頭目はマルシアーノの19です。セレクトセール1歳市場で1億8700万円で落札された期待馬ですね。父の金亀はすでにマックス活性期過ぎて、この世代は深い母に産駒ばかりです。ただ本馬の母系はあの金シャサの奇跡を生んだケルトシャーンの系統ですから、当然悪いわけがなくて、優先祖先は5代までならこのノーザンダンサーにたどり着きます。現代になってもこのノーザンダンサーを優先に持つ馬は意外と多くて、
例えば牝馬クラシック2冠のミッキークイーンやスプリント重賞3勝のパドトロワ、そしてそのパドトロワのゼロ活性産駒ながら先日の慶応ステークスを勝ったダートの短距離馬ダンシングプリンスも父とは異なる系統でノーザンダンサーの形を継いでいます。ここに父の金亀から果たして C 型 T 型どちらの遺伝子を受けるのか、それによって適性が大きく変わりますが、写真を見る限り、やっぱり牝馬だなというスラーっとした体型なので、芝のスピード競馬でこその馬でしょう。まあ、少し心配な点を挙げれば、月のサイクルの表裏の境界すれすれにいることと、金シャサの奇跡同様、気象面の問題がないのかでしょうね。この辺がクリアになれば一気に視界が開けそうです。4頭目はミス・ペンバリーの19です。この母はですね、ヒロー・レースさんゆかりの血統で、これまでに多くの活躍馬を出している優秀な母です。しかしこの19年産駒は実は父絆のゼロ活性産駒らしいんです。よってもちろんアウトブリードと母に産駒であることが確定し、優先は5代までだとこのハイエステイトからデニス・ベルという米系の牝馬へとたどり着きます。ハイエステイトという馬は欧州芝の短距離馬でしたが、その形はアメリカのスパイソングという馬の影響が強いです。スパイソングはケンタッキーダービーこそ2着に頑張りましたが、本質はダートのスプリンターで、父がアメリカンダミー、母父がドミノ系なのでスピード遺伝子をたくさん持つ血統です。本馬の兄弟で芝を走った馬たちはパンサラッサのように父似の馬か、あるいはディメンシオンのように、言っても母系を2代くらいしか遡らない母に馬ばかりでしたので、果たして本馬が実戦でどのような適性を示すか非常に興味深いところです。またたとえ父の絆がギリギリのマックス活性だったとしても、このダートっぽい味付けというのは意外に残る気がしますね。最後5投目はやや穴っぽいところでリアリティの19です。本馬はもうがっつり間違いなく父ラブリーデーのゼロ活性産駒です。よってサンデーもトニービンもクロスの心配はいりません。では肝心の母系はどうなっているかというと、これはですね、また綺麗に近親が走っていません。お母さんこそ2歳夏にダリア賞で3着、3歳夏に再び新潟の戦直で2勝目を挙げた夏女でしたが、祖母も3代母も4代母も全く気配なしで、調べてみるとどうもこの母系はですね、4代母から祖母までがずっと裏サイクルで、この母のリアリティが久しぶりに帰ってきた表サイクル馬らしいんです。でその娘である本馬がまた母の子としてははっきりとした表サイクルの第1号馬のようなんです。優先は5代前の米系ダート馬ですし、母の競争成績から見てもこの子のデビューはあるいはダートの短距離あたりかもしれませんが、父のラブリーデーから T 型遺伝子を受けていれば、あるいは
マイルあたりまで持つ芝馬に変身するかも。ライバルのね、誰とも競合しないのは明らかなので、最後の一頭に迷ったら付け加えてほしい大穴候補です。さて、このままだとドルメロ一人だけが楽しんで終わってしまうんで、最後に今年絶対に人気になるあの馬たちのデータを挙げておきます。これはですね、赤本の本誌と評論家さん3人が必ず本命印を含みながら3人全員が印をつけていた人気の馬たちです。でこの中であえて私からまあ押せる馬はこのオーケーの2頭くらいですが、それより皆さんに注意してほしいのは、今年の人気指名候補に虚弱体質疑惑の馬がたくさんいるということです。まあ月のサイクルは表でも裏でもそこまで気にする必要はないですけど、体力不足はね、まあ、何しろ調教するたびにバテちゃうとか、1回使うごとに3ヶ月休んじゃうとか、まあこれではもう POG もクソもあったもんじゃない。ですから、急がば回れの意味でも、初手にまず母のマックス活性を調べることを、今後もドルベロは広くお勧めしたいと思っています。POG の達人赤本特集2021、いかがだったでしょうか。今年もワクワクするような2歳馬との出会いを心待ちにしながら、新馬戦を楽しんでいきたいですね。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。